おはようございます。レイです。3月30日木曜日の今日はマフィアの日です。1282年のこの日、マフィアの名前の由来となったとされるシチリアの蛮礁事件が起こりました。当時のシチリア島はフランス国王の叔父であるシャルル・ダンジューの過酷な支配下にありました。この事件の内容なんですけれども、1282年のこの日は復活祭の翌日の月曜日でありまして、シチリアの番頭のために教会の前に市民が集まっていました。そこにアンジュー家の兵の一団がパレルモでシチリア住民の女性に暴行し、その女性の夫はいきなりその兵士を刺しました。そしてその場に居合わせた他の市民もフランス兵に襲いかかり、兵士の一団を全員殺してしまったのです。その時番頭を告げる番鐘が鳴ったことからシチリアの番鐘事件と呼ばれるようになります。この反乱はシチリア全土に拡大し、フランス人は見つかり次第殺され、その数は4000人以上に及びました。この反乱の合言葉、モルテアラフランチャイタリアアネラ、すべてのフランス人に死を、これはイタリアの叫び。この単語の頭文字を並べるとマフィアとなり、これがマフィアの名前の由来であるという説があります。この出来事で東ローマ遠征用の艦艇も多数が破壊されたと言われています。そのため反乱によりシャルルが準備していた遠征計画は大きく狂ってしまうのです。シャルルと親しかったローマ教皇マルティヌス4世は十字軍の作戦を妨害したとして全島民を破門にするという措置を取りました。やがてシャルル側も反撃に出て、暴動の鎮圧も時間の問題と思われたんですが、8月突如アルゴン国王のペドロ3世がシチリアに上陸、シャルルの軍勢を破りシチリアの王位に即位したんです。このシチリアの番頭戦争以降、シチリア王国はペドロ3世のシチリアとシャルルのナポリ王国に分裂していきました。私たちがよく知るマフィアとは全くイメージが違いますよね。しかし私たちがよく知るマフィアも家族を大切にするという考えは、このシチリアの蛮礁事件のイタリア人と考え方は同じなのです。ですがこういった争いからは憎しみしか生み出されないのです。侵略や養殖することは決して許されることではありませんが、いざこのような場面に立たされた時、あなたならどのような行動をとりますか。今日は少し重い話題ですが、今の世界情勢を見るとこの事件のことを今一度勉強し直す必要があるのではないかと考えます。それでは皆さん、今日も良い一日を。